ペラ県はギリシャ共和国の中央マケドニア地方を構成する行政区の一つ。県とはエッサ。その名は古代都市ペラにちなむ。ペラ県の北部及び南西部にはベルミオ山脈、北西部にはボラス山脈、北東部にはペコ山脈が連なっている。県の最南部の地域は平地であり、古代はエーゲ海とつながった湾であった。そのために、 現在も海抜はここから10メートルばかりしかない。ペラ県は北東にキルキス県、東にテッサロニキ県、南にイマティア県、南西にコザニ県、西にフロリナ県とそれぞれ接している。また北及び北東はマケドニア共和国と国境を接している。県の観光名所は古代都市ペラとエデッサの街並みと小さな滝である。ペラ県の南部には 果樹園が広がっている。かつては農業が県の主要産業であったが、今日では製造業やサービス業などが県の産業の約70%を占めるまでになっている。最大の都市はヤニツァ。人口5000人以上の都市は以下の通り。ペラ県の地域は古代にはマケドニア王国の領地だった。その後共和制ローマの統治下に入り、 ローマ帝国東西分裂後は東ローマ帝国領となり、やがてオスマン帝国に併合された。500年後の1913年に起こったバルカン戦争の結果、ギリシャ王国の領土となった。1947年、テッサロニキ県から分割され、ペラ県が編成された。ペラ県ペラ県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 ペラ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのペラ県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。ノモスとしてのペラ県には以下の軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。